では、今日もズームやっていきたいと思います。じゃあその中でどう、質問はどうぞ。10月と10日9日10日に学童学年大会があるんですけど、うん、お米を出ることになって、うん、で、バクからブレのバケットターンが動画を見てもよくわからなくて、うん、どうすればいいかなと思って。なるほどなるほど。要はターンのイメージはわかんないってことだよね。はい。そしたら、確かバケットターンなかった、あったよね。これどっちのターンだろう。あ、これバケットターンじゃないか。あ、これバケットだね。あ、本当ですか。OK、当てます、当てます。はい。いわゆるバケットターンって、はい。どういうところがうまくいかない？なんか、遅く回転しちゃうみたいな。ああ、要はうまく回らないってことね。あ、はい、そうです。で、これバケットターンってそんな、実はね、ちょっと分かるとイメージしやすいんだけど、ちょっとストップ。この、今、動画見えるよね。はい。この、上の、右で回るときは上の手が、こうあるのは、これは分かるよな。分かるでしょ。はい。分かります。この手がタッチしていくっていうのは分かるよね。はい。うん。で、じゃあちょっとタッチまで持っていってもらっていいかな。OK、ストップ。で、この時に、はい。もうタッチを、まあ今してると思うんだけど、この時に、今、例えば、ゆらちゃんが、この、はい、この顔が下向いてたらクロールのクイックターンって簡単でしょ？はい。もちろん。今、下だったらこっち見てるわけじゃん。はい。だから、右手をタッチして、下を向いてクイックターンって簡単でしょ？はい。簡単です。それが今、向こうが向いてるってこと。ああ。だから、要は、今こうついて、じゃあ回れない理由って、なんか、よくわからず、やろうとするから回らないんであって、今この右手タッチしてクイックターンすればいいんだよ。なるほど。そう。このままクイックターンすればいい。そしたら回るでしょ、くるって。ああ。わかる？そう。普通に回れば勝手に体はこうやって向いてくるから。で、あとはもう普通にクロールターンするだけだから、ただ見てる方向が下なのと、今は、向こうの壁が真っ正面ってこと。はい、なるほど。わかる？はい。そうすれば楽にくるっと回るよ。こう来て、だからバケットターンって難しいんだけど、はい、これは右手が来て、でもうここで、でタッチし、今よ、これ、ね、こっからクロールのクイックターン。右手タッチの、クロールのクイックターン。はあ、なるほど。わかった？はい、ありがとうございます。そう、そしたら楽に行きます。ありがとうございます。ちょっとやってみて、またわかんなかったら言ってください。はい、わかりました。ありがとうございます。おい、頑張って。はい、頑張ります。動画が良かったなと思ったら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。